何先にいた感じにしてんだよ。遅刻ですけどこれは。なんで俺待ってましたみたいな感じでやってんだよ。わかんないんです。いや何がわかんない。何時に来るのか。ちょっとこれ言ったでしょ。毎回毎回なんで。いや11時って昨日言った入って返信してますんで。だからそれで毎回20分30分いつも遅刻するんで。いやだそれはだもう変わったんでこっちの人が。一回試さないとわかんない。だから試す意味がわかんない。今日は FC 東京の2連勝がかかった大事な大事な試合になります。絶対に勝つ、そして勝ち点3ダッシュに向け気合入れていきましょう。それでは日立大までのフォア散歩始まります。さあ今回ですね、あの柏駅東口で配っているこのアディショナルタイムズの編集長の方に来ていただきました。ありがとうございます。はい、編集長です。ありがとうございます。アディショナルタイムズです。日立大で、柏レイソルのホームゲームがあるときにビジターさんたちに配りしているフリーペーパーです。柏の街を楽しんでっていただきたいということで、このマップの中にお店は入っておりますが、皆さんビジターさん迷われるのでここまで行く道を、まあ、お伝えするという形でお配りしています。ビジターサポしかわからない目線ってあるのでありますよね。こういうの欲しいなとかって、でそういう話をしてたら、じゃあみんなで新聞作っちゃおうかってことになったんです。私がガンバですけれど、あと新潟サポさんですとか、サポーターではなかった人たちをもなんか一緒にやりたいということで、あの方に引き込みながらやっております。ということでぜひ皆さんもですね、この日立大そしてこの柏にお越しの際はこのアディショナルタイムズを受け取っていただいて、存分に柏という土地を楽しんでみてはいかがでしょうか。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。それではコア散歩始まりました。ハートのエースが出てこない、これさっきあのご当地アイドルが歌ってました柏崎の。まずはですね、背番号7番米本拓司選手、ご結婚おめでとうございます。米本拓司選手、また新たな家族も増えられるということで、さらなる活躍を期待したいと思います。そしてですね、まずはちょっとグルメ第1弾ということで、マリノスサポーターの方から教えていただきました関口肉店というところです。でこちらの何やこうミルフィーユカツというのがものすごい美味しいというところなので、今そこに向かってから行きたいと思います。どこだ、多分こあら、やってません。祭日です。あ、そうだ、これは残念ですね。さあということでですね、今回のスタジアムグルメ、スタジアム外になるんですけれども、サポーターの方から、教えていただきました。そしてこのですね、アディショナルタイムズさんにも載っています、アジアンダイニングルンビニさんというところに向かいたいと思います。スタジアムへ持っていけるお弁当もありますよということで、これは非常に、楽しみでございます。それでは向かいます。どっちはまずどっち、あ、そこの道だから。こんにちは。こんにちは。抽選券ありません。抽選券何してるんですか。あのちょっと YouTube の動画の撮影します。これ U ショップさんですね。回してください。回していいんですか。はい、透明が出れば1000円分です。時計回り、はい、こっちです。そうです、そうです。時計回り分かります。そうですね。あ、素晴らしい。 iPhone8 も在庫ご用意してますので、はい、iPad 毎月1000円で持ってるんで、はい、ということです、はい、ぜひ皆さんも au の乗り換え検討してみてはいかがでしょうか。地球外に寄った動画になっちゃいますけど。危ないです。ここまっすぐ行った時にルンビニさんがあるということです。これだろう。地図は俺のが絶対読めるんだ。そんなわけ。さあということで、本日は番外編の、下グルではなくて下外グルメ、外グルの方になります。サポーターの方からもおすすめをいただきましたルンビニさんにお邪魔しております。今回コアロンはですね、こちら、大好きなタイ料理パッタイを頼ませていただきました。桜エビのこのピンク色も混じって非常に色合いも鮮やかな料理になっています。それではいただきます。うん、楽しいですね。これは麺のこのもちもちっとした食感で、そこにこの桜エビのこのちょっとシャキシャキサクサクとしたもやし持ってましたけど今この桜エビの可愛いですね。桜ちゃんです。この桜エビのサクサクっとした食感がやっぱ口の中で2つの食感を同時に楽しめて非常に美味しい味になっています。麺の味付けもですね、割とこうあっさりめの味付けになっているんですけれども、コクそして旨味が感じられるという素晴らしい味わい、あとこのレモンですね、酸味が最後にこうアクセントになって効いていて、食感もそしてコク旨味味ともに楽しめる素晴らしい料理になっています。
います。ということで皆さんも立ち台にお越しの際はこちらボンベイさんの、あ、ボンベイじゃない、なんだっけ、ルンビニだ、ちょっとディズニーシーとごっちゃになっちゃいました。ルンビニさんのパッタイぜひ食べてみてはいかがでしょうか。ルンビニさんの方では10月の1日から9日までさまざまなイベントが行われるということで、もういろんなイベント目白押しになってます。でサッカー関係で言いますと、こちらまず10月1日、日本代表でもサポーターでも有名なちょんまげ支援隊ツンさんという方のトークイベントのものですかね、こういったものがあると。10月のこの8日です、柏レイソルのサポーターの鈴木純さんという方も、これもトークイベントが行われるということで、サッカー好きの皆さんも楽しめる素晴らしいお店となっておりますので、皆さんもこのルンビニさん訪れてみてはいかがでしょうか。とても美味しいです。ありがとうございます。それでは、改めて日立台に向かいたいと思います。柏さんのやっぱ応援とかでもすごいこう面白いユニークなもので有名ですからね。やっぱ黄色いユニフォームいいですね。結構やっぱ女の子も黄色いとかやっぱ映える感じだったと思うね、黄色いユニフォームは。ではまずはもう本当目の前の試合を勝つっていうところしかないし、東京としては。はい、さすが謙虚に言ってください。よしよしってなんだよ。天皇が次どこと当たるんですか、柏さんは。ヨーロンパレです。それはどういう予想になるんですか。そんな気にしなくていいです。目の前はこちらでやってます。日立台ちょっとこれは初めてになるので非常に楽しみですね。ビジターのちょっとスタジアムグルメあまりないということで、けど途中で、ご飯食べてから行ってる方なんかも多いんじゃないでしょうか。でこれ注意情報としては、調べた情報によると、まあ、ペットボトルはちょっと600ミリ以上は持ち込めないと。そして2点目として再入場がどうやらできないというところなので、いろいろちょっと準備してからスタジアムの方に入るようにしましょう。4時キックオフですかね。4時スタジアム近づいてまいりまして、非常に一気にこう森林と言いますか、森さんが顔を出されてあるという、一気にこう緑の景色が広がっております。先ほどスタメン発表されたんですけど、室谷選手は今回まだメンバー外ということで、やはりまあこれから徐々にというところではあるんでしょうかね。ゆっくり万全の状態でぜひ戻ってきてほしいです。さあ、日立大ビジターゲートに到着しましたので、コア散歩でございました。さあということで、今回はですね、アウェー日立大に乗り込んでの3位柏レイソルさんとの試合ということです。まあ、レイソルさん、クリスティアーノ選手をはじめ伊東純也選手、非常に強力な攻撃陣、さらには中村浩介選手を中心としたもう本当に健康な守備ですね。これにやられて前半戦負けてしまいましたけれども、ここは絶対その借りを返してほしいです。そして FC 東京は前節ベガルタ仙台戦、まあ、アンマさんの新しい体制で臨んだ試合ですが、なんとか勝ち点3、勝利を手にすることができました。やっぱ選手たちもですね、自分たちから仕掛けながら主導権に握りながらある程度サッカーできたんじゃないかというようなコメントも残されていました。ここは一つでも勝ち点3を積み重ねるために、まあ、レイソルさんもちろん強い相手ではありますけれども、ここ絶対に勝利を収めてほしい。目の前の試合に勝つということに集中してほしい、そんな試合になってきます。そして今日はですね、コアロン的にはやはり結婚された米本拓司選手の活躍に期待したいと思います。それでは早速行くぞ行くぞ、よろしくだ。今日の試合のレイソルさんの注目選手って誰になりますか。クリスティアーノじゃないですかね。頭にちょっと怪我してますけど、はい、それを押してもですね、点取ってくれるんじゃないかな。私は伊東純也選手、はい、かっこいいですし、ドリブルも速いですし、怖いです、東京にとっては豪快なシュートを決めてほしいです。止めてください。FC 東京でちょっとこの選手怖いなっていう選手って誰になりますか。やっぱり豊ですかね。やっぱきっちり仕事をするなと思うんですよね。で予想スコアどうでしょう、何対何ぐらいになりますか。3-0 で、いや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 、レイソルが勝ちます。そんなやられても困っちゃう。じゃあ今日は絶対に勝ちます。レイソルの中で一番好きな選手と、ちょっとその理由を。中山優太、最後までボール追いかけてゴール守る、はい、伊東純也選手です。足がすごい速いので、ゴールまで一人でこう走っていっちゃうところがすごい好きです。今日は勝つぞ。負けないぞ。レイソルを応援するきっかけってどんなところだ。千葉に住んでるっていうのもあって、はい、個人的にはなんかそんなすごいお金持ちのクラブじゃないので、はい、異国情感があってすごい好きですね。一番の注目選手っていうのはやっぱり中村くんですかね。ビッグセーブ最近当たってるんで、今日もやってくれるんじゃないかと思って、はい、伊東純也選手ですね。スピードでぶっちぎってまたゴールを決めてくれるのかなと思います。絶対勝つぞ。負けないぞ。ありがとうございました。注目選手、中山優太。パスとか上手いと判断力がすごいです。尊敬します。クリスティアーノ。クリスティアーノ選手。フリーキック。
太田康介選手はどうですか、どんなところが注目ですか。クロスが上手いんですけど、はい、今日3バックで高い位置取ってると思うんで、はい、クロス結構上げられると思うんで、結構サイドからの得点の形が期待したいかな。いや期待はしたくないせーの、コアロン東京魂。まあ、今順位3位につけているということで、すごく好調かなと思うんですけれども、今シーズンのこれまでの戦いを振り返ってみてどうですか、レイソルさん。若いチームなんで、すごく勢いもありますし、で若いだけじゃなくて、すごく選手たち賢いので、臨機応変戦っているところが、調子いいところにつながっているのかなと思います。ありがとうございます。注目の選手はキム・ボーギョム選手です。多分今日ボランチでの出場で、技術のある選手なので、さばいてリズム作ってくれるんじゃないのかなと思っています。逆に FC 東京でちょっと注意したい選手っていうのは、長い選手が一番怖いです。どういう試合になるか分かんないですけど、はい、レイソルが押し込むとスペース長い選手足が速いので、はい、そこ疲れちゃうと怖いなっていうのは。押し込まれたところをこうカウンターで長い選手も使ってゴールなんていうシーンも今日ちょっと見れる。いや今日勝って、まあ、これから練習をして優勝できるように頑張りたいです。J リーグ優勝争い盛り上げていきましょう。バイロン。天皇杯も頑張りましょう。盛り上げましょう。来年の天皇杯楽しみ。注目の選手、自分もともと宮城出身なんで、はいはい、レイソルのハモン・ロペス選手に期待します、はい、左足の強烈なシュートで 1-0 で今日は。いやレイソル勝つぞ、東京勝つぞ。今日の試合でレイソルさんの中で一番注目と活躍してほしい選手って誰に。クリスティアーノ。積極的にゴールに向かう。逆に FC 東京の選手の中でちょっとこの選手怖いなとか嫌だなって選手いますか。ピーター・ウタカさん。いつでもゴールを狙ってる感じがする。ウタカ選手もしかしたら今日ゴール決めちゃうかもしれないから、もしかしたら、うん、今日予想のスコアとしては何対何になりそうですか。今日は3-0。いやウタカ選手決めてくれないと。そこは中村浩介選手が抑えるってことかな。レイソル勝つぞ、負けないぞ。今年3回目ですけどよろしくお願いします。ありがとうございます。東京はちょっとこの間勝ちましたけど、はい、まだ病み上がりの状況がちょっと続いてるんで、攻撃陣がちょっとまだ不安定なところはあるかなと思います。で一方のレイソルは前回は引き分けだったけど勝ち試合という感覚で見てましたね。本当あのクリスのあのやったんですけど、まあ、ちょっと天皇杯でちょっと怪我したけど、まあ、ちょっとそこが気になるのかなと思っているんですけど、まあ、注目の選手は、はい、自分で進めていただける感じですか。注目の選手は、はい、柏の伊藤純也、はい、やっぱり彼のねドリブル、相手が詰めかけた時にゴールキーパーが前に来た時にもう自分で決めに行くっていうこの能力、伊藤純は本当にすごいですね。東京からするとね、はい、僕ねちょっと気になってる選手があって、はい、まず一人は、まあ、結婚発表した、はい、ヨネちゃん、はい、といつも厄介な選手がおるんですけど、はい、宇多香、ね、吉田さんがね柏戦苦手なんで、はい、吉田さんより宇多香さんのが意外と潜在能力があって、東京今こんな順位のいいとこじゃないと、もっと上がってこいよっていうぐらいの順位におるし、よほどとか言ってるけど、俺から言うけどよほどじゃないよ、こんな試合しとったら。FC 東京はもっと強くならなきゃダメなんですよ、本当に。ああいう悔しさをどうやって変えるのかっていうのも FC 東京の楽しみじゃないですかね、はい、今日のスコアで言うとそこまでやっていただけますか。今日のスコアで言うと、はい、今日のスコアの、はい、東京がこの間宇野ゼロで勝ってるけど、はい、まだ病み上がりな状況ということと、はい、やっぱりディフェンスのちょっとまだ寄せたりとか、その時の計算がまだちょっと相手の方のミスで助かってるので、こっちのレイソルはもう先手必勝でいくので、やっぱり 3-0 でいきたいです。僕は優勝っていうこともね重要なんですけども、まずは一つ一つを勝って日立ライナーの ACL 開催をあの望んでますので、まずは ACL 出ましょう。いや結果4-1というまた大差をつけられての敗戦。東京も良くなかった点はあったんですけれども、それ以上に柏さんの強さをまじまじと示された試合ということです。攻撃面においてもやっぱりこのボール持った時のやっぱ判断の速さで、やっぱりこうダイレクトでポン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 ピッチを広く使いながらっていう攻撃を、まあ、柏さんされてたので、特に FC 東京失点して前に出てから、まあそういう攻撃のこうスピード感、あと判断の速さ、クオリティの高さっていうのがあると止められないなっていう点がありました。ハモン・ロッペス選手とかクリスティアン選手、やっぱさすがうまかったですね。2点目のあのクロスから伊藤純也選手ヘディングのところどこを映してんだから東京も攻撃に出たしまったんですけれど、まあやっぱり中村浩介選手中心に、まあ、最後の最後の球際の部分で体張っていたので決定的な部分も決まりきらなかったというところがありますし、まあ、やはり東京も、吉戸選手と宇多香選手がゴールに近い位置でもらえるシーンもあったんですけれども、ディフェンダー固まったところでもらうっていうところもあったんで、そこはやっぱもっと早い展開、ディフェンダーがそこを予知して集まってくる前に早い展開をしていくっていうのは、攻撃のパターンっていうのはまたどんどんこう磨いていかなくちゃ。おいおい近いだろあれじゃねえだろすいません、
た磨いていかなきゃいけないなと思いました。守備の失点の仕方がちょっと、そしてやっぱ攻撃のクオリティですね、このスピード、そして判断の速さっていうのを、まあ、さらにさらにどんどん高めていかなきゃいけないんじゃないかなと思いました。まあ、もちろんこれで落ち込むってこともできるんですけれども、もうゼロから新しく始まったチームというところもあるので、もう本当に悔しいですけれども、アウェーまで応援しに来て、一歩一歩もうこれ積み重ねて、徐々に良くしていくしかないんだなという気持ちです。柏さんは、まあ、特に印象に残ったのはクリスティアーノ選手、ハモン・ロペス選手、まあ、伊東純也選手ですね。2得点の竹富選手はそんな印象に残らなかったってことですね。はい、2得点の竹富選手は、まあ、いやもちろん、それは主君です。主君の活躍です。なんですけども、ボールを持った時のやっぱクオリティの高さ、テクニックの高さっていうのは非常にやらしい選手だなと思いました。印象には残らなかったです。いや残ってるだろう。上げてませんでした。竹富選手ももちろん残ってますよ。それは上げるほどではないってことですね。いや上げた、それは得点取った選手をちょっと覗かせていただきます。それはいや、どう、伊東純也選手、クリスタン選手取ってますけど、そこは記憶にないってことですか。意味が分かんない。何してんの。は応援もやっぱ柏さん素晴らしかったです。コーラボ突き進め柏、あのちゃんと非常に印象に残ってますね。これからの FC 東京に向けて、もう一度この7試合どうしていかなくちゃいけないのかというところを踏まえて、もちろん全力で応援しますし、少しでも1試合ごと改善していって、そして勝利が何よりも見たいです。それではまた次回の動画スタジアムでお会いしましょう。バイロン。突き進めコハロン、止まらないコハロン、コハロンチャンネル登録よろしく、コハロンチャンネルぜひ登録よろしく、ロンよろしく、ロンよろしく。